あ、で始まりました。もちチャンネルです。さあ、緊急で動画を撮ってるわけではないのですが、そうですね。はい、タイトルにある通りですね。まあ、税務調査が入りました。うちの会社でございますね。で、まあ、やっぱ税務調査っていうと、なんかすごくびっくりする人とか、大丈夫なのみたいに思う人が多いので、せっかくなんで、そういった方々多いと思うので、ちょっと説明をしておこうかなと思いますね。まず、税務調査が入ることなんですけど、別に悪いことしたから入るわけではありません。もちろんね、悪いことして脱税して入る人たちもいっぱいいるとは思うんですけども、うちの会社に関しては、いわゆる業績がドーンと上がっているからですね。で、そういった上がった会社、急にバンとなった会社には入るのが普通なんですよ。はい。まずこれがね、普通だっていうことを知っといてください。まあ、うちもだって、フランチャイズで4校舎持ってますから、4校舎のオーナーで、で、YouTube の収益もあるので、まあ、このドドドドドドとですね、はい、売上が上がっているんですよ。で、そういう会社っていうのも、まあ、調査に入るのが普通なんですよ。で、だからまあ、10年以内に、まあ、普通は入るでしょうっていうね、起業して、こう、ダダダダダンって上がっていく会社には入りますよって言われてたんで、だから、どっかのタイミングで入るとは思いますっていう。でも、ちょっと早かったですね。7年目うちなんですけど、なんでまあまあ、全然普通のことです。で、まあ、税務署の方もね、研修の意味もあるので、若い新人の人と、まあ、ベテランの人が来るみたいなのが、まあ、一般的なんですね。ということで、うちの会社にも来ました。結果どうだったかっていうとですね、まあ聞いてはいたんですよ。普通入るよと。で、入って、そこでまあ大体いろんなのこう調べて何百万とかね、持ってかれるのが普通だよって言われてたんですよ。そういうの周りにね、まあ当たり前ですけど、そんなの公表する会社ないんで普通はね、こうやって税務署に入られて結局これを持っていかれましたとかっていう人いないんですけど、まあ YouTuber なんで僕はまあ全然言おうと思ってたんで、最初からもうお金管理してくれる人、税理士とかね、こう入れるので、その方々とまあ僕とまあ3人と税務官の人とね、こうやってやり取りしたんですけど、でもその時からあ、これもう動画にしようと思うのでと言ってたんですよ。まあ別にそんな隠すこともないし言ってたので、なんでしますと。だからまず悪いことして入られたとかそういうわけではありません。普通に調査が入る。でも何百万取られるとか言ったらさ、もう衝撃じゃないですか。もちろん書類のね、準備だったりなんだりってありますし、大変だっていうのもあるんだけど、いやだってうち2000万とか払ってるんですよ法人税となんとか税ですよね。そう、会社として2000万円払ってるのに、まだ取られんのって思って、ちょっとまあびっくりなわけですよ。2000万って言ったらですよ。そう、だから YouTube のこのね、収益ね、皆さん見てて、金儲けしやがって、金儲けしやがってってきますけど、それ、丸々全部税金になってるってことですからね。すごく悲しかったですよ。その税金が2000万だった時さ、YouTube の収益全部持ってかれちゃうんだって思ってね。で、まあ、多い理由として、やっぱり今ほら、校舎増やしてって、買収してって、で、買収するときに不動産契約するとそこに敷金がかかるんですよ。で、敷金っていうのは一応名目上こう預ける保証金なわけじゃないですか。だから一応戻ってくるっていう設定っていうのはあれですけど、まあほとんど日本ってね、敷金戻ってこないから何なんだって思うんですけど、っていう風になってるじゃないですか。だからそれって経費にならないんですよ。で、僕その敷金貧乏なんですよいろんな校舎増やす。で、校舎も増床って言ってね、もう一箇所借りたりとか、もう一部屋借りたりとかっていう風に増やしてってるので、だから僕借りてる不動産がすごくいっぱいあるんですね。なんでその度にこう敷金が出ていく。東京ってだいたい6ヶ月分出るので、そう、6ヶ月分の家賃を払わなきゃいけないっていうので、だから敷金だけどものすごい払うわけですね。で、どんどん増やしてってるので、あ、そうです、また1個増えますけどね、ちなみにね、はい、また敷金貧乏ですよ。で、そうやってどん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 減っていくので、だから現金は減ってるんだけど経費にならないんですよ、それってね。だから税金がドカンとかかってくるんですね。そんな中で、また払わなきゃいけないかもしれないってことって思って、で、まあ調査が来て、で、まあいろいろ書類もね、準備してもらって、で、これはこうでみたいなんで、まあ話すごいですよ。長い2日間丸々で、すごくね、真面目な方だったので、その調査官の人がね、普通より全然長かったっつった。曲がったことは大嫌いみたいなね、そういうのは許さないみたいな人で、普通これぐらいの時間で帰りますよって言われてたよりも全然長くて、2日目だいたいこれぐらいに終わりますって言われてたのが全然終わんなくて、すごい長い時間だ。途中打ち合わせ、僕ちょっと抜けますねって言って仕事の打ち合わせしてて、で終わって、で、その後で、ここの書類、追加書類出してくださいとか、ここの追加の説明くださいとかっていうのもまたあるんですよ。で、それもやって、
って、いや大変なんですよ。でトラブルがいっぱいいろんなところで起こってたわけですね、僕ね。そんな中これもあったんで、で本とかもねたくさん出してるし、動画毎日上げてるし、でもういっぱいいっぱい、それでほらねハワイがあったり、バンクーバー、シアトルがあったりとかで、すっごいてんやわんやだったんですよ。でまあ終わったわけです。はい、終わりまして調査ですね。結論どうなるかっていうと、特に持ってかれません。はい、プラスでなんか税金ドンと持ってかれるとかっていうのはありませんでした。これめちゃくちゃ珍しいです。僕結局これぐらい払うことになりましたみたいな動画を撮る予定でいたんですけど、なんもなかったんだ。まあ説明しますけど、ロイヤリティの申告し直しを言われた。うん。これどういうことかっていうと、まあ竹田塾やってるんで、そのおまとめ払いっていうのがあるんですね。1年分払うとか6ヶ月分払うっていうのがあるんですよ。で、1年分払ったら、そのロイヤリティ自体はもう 15% はもう持ってかれるんだ。じゃあ仮に計算しやすく、おまとめで払った人たちの合計が1000万円だったとしますね。1000万円だとしたら150万円が、まあ、15% ですから 15% がその本部に支払うわけです。で本部はこれ竹田塾のいいとこなんですけど、そう、僕らが後から払うわけではなく、竹田塾側の本部に最初にお金が、あの生徒さんたちからは振り込まれるんですよ。これが安心のいいところなんですけど、でそのもうロイヤリティを引いた額が本部から僕らオーナーたちに振り込まれるんですね。これはいいことですよね。不正もできないし、生徒側からも安心です。なんで1000万円だとしたらもう150万円こっち抜かれてるので、150万円はもう払ってるってことじゃないですか、ロイヤリティでね。でその150万円はい払いましたっていう風に経費として出してたんですけど、でもこれは年払いだから10、12になるのかな、わかんないけど10いくつになるのかな、それで割れと、月々にこれを全部割れと。そう、この150万だったらその150万を割りなさい、まあ、2000万だったら300万ですね。だから300万をそれ月々に割って後々出しなさいっていうものでした。だからその申告の時期が変わっただけです。ロイヤリティの経費としてね、出すやつが、僕らもう払ってるわけですよ、もちろん。だから払ってるから経費にしてあったんですけど、それを、これは月々のものなんだからっていう風に言われた。だから月々払ってるものとして計上してくださいって言われて。で、うち5月にね、その決算期になったんですよ。前は12月かな？12月だったんですけど、その12月がもうそのお金管理してる人がもういっぱいいるわけじゃないですか。やってるクライアントの人たちいっぱいいるから、もう忙しすぎるからちょっと5月とかにしてくんないですか、手の空く時4月5月にしてくださいって言われて、やっぱ3月12月がめちゃめちゃ忙しいんですよ、決算の、ね、人たち多いので。だから、あ、いいですよって言って変えてたんですよ。変えてたから、いや決算期そのね2月とか3月におまとめでもらってたものを、はい、経費で払ったりするんじゃなくて、それはもう割って出してくださいって言われたんで、なんでそれを割ったので、こう時間が変わっただけです。だから経費は来期の経費にしてくださいって言われただけなんで、申告し直すってやつですね。申告し直して、でそれによって追加徴税というか払う額はありません。0円です。なんで何もありませんでした。びっくりされたよ、周りも。そんなことあるのみたいな。2000万円払ってるんだから、これ以上来たら厄介でしょ。めっちゃ税金払ってますよ困っちゃうぜ。だけど特に何もなかったです、ということでした。ということで0円です。はい、全くないです。修正申告したけど何も払う額はありませんでした。はい、ゼロって書いてありますよ、ちゃんと。はい、ということでご心配おかけした皆様すいません、何もなかったです。はい、ということで無事に終わりました。まああと2日間のね長丁場、まあ僕はずっといるわけではなかったので、やっぱ最初の時とか最後の時はやっぱいなきゃいけないので、1日目の最初とまあいろいろ質問を受けて答えたりなんだりして、で2日目の最初と2日目の終わりですね。当然事務所のね鍵開けなきゃいけなかったりもあったから、そして鍵閉めもそうですね、あったということでございました。はい、なんで私の会社はクリーンな会社ですので、ぜひ何なりと企業案件とお待ちしておりますはい、ご心配なくご依頼いただければと思います。まあ、ご依頼いただければっていうか、もう今めちゃくちゃ来てて大変なぐらい重なりまくってるんですけども、超過さんフル稼働してますね、今ね。という感じなんですが、はい、ぜひともお願いします。そしてね、まあ、今日はトイックの結果も出てたと思うので、ぜひトイックエッセンシャルズ、お願いします。こちらの救急車、これパトカーだったら嫌だよね。こちら黒字になりまして、ようやくね、よかったです。
助かりました。やっぱね、自費出版なんで本当どうなるか心配だったんですけど、皆様の、はい、おかげでなんとか黒字になりましてありがとうございます。いやもう結構機械トラブルとかもね、初めての試みで起こって、しかもこれシステムがアメリカのものなのかな、海外のものなんで、まあ日本の振り込みとかも大変、なかなかいろんなトラブルがあってね、超大変だったんですよ。もう本当にね、まあ短期間だけどね、購入ができないみたいなのが、まあちょこちょこあったりしてね、ご迷惑をおかけしましたが、まあ今はね、問題なく購入できると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。はい。はい。まあでもまだまだトラブルはいっぱいあるんで、頑張ってやっていきたいと思います。もう忙しくて大変。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.